はい、くるみに続いてですね、こちらのすもも、こちらを、保存できるように、ジャムにして加工していきたいなと思います。こちらをトマトの湯むきと同じ感覚でちょっと切り身を入れて、皮が剥けるので、こちらを湯むきしてでジャムにしていきたいなと思います。はい、皮を剥いたらこんな綺麗な色になりました。はい、これを今から、お砂糖がないので蜂蜜を加えて、ジャムになるかちょっとやっていきたいなと思います。はい、いい感じに煮立ち始めてるところで、こちらのビフカの辺見さんご夫婦にいただいた蜂蜜を、入れてジャムにしていきたいなと思います。ということでジャムができました。イエーイ。はい、これを今からちょっと瓶詰めしていきたいなと思います。というわけで、すももジャムできました。めちゃめちゃ便利です。こんな感じで、採集したものを食べていきたいなと思います。